Arc guerrier ennemi, chapitre 1. Alors, apparemment, on va jouer du côté des méchants cette fois-ci. まずは自己紹介をしておこう。俺は16号。レッドリボン軍に作られた人造人間だ。自分がどういう状況に置かれているのか理解できないだろうが、落ち着いてほしい。突然ですまないが時間がない。要件だけお話すとしよう。お前は今、フリーザという宇宙人にリンクしている。要するに、そいつの体に憑依し乗っ取っているということだ。 Ça doit pas être la joie de se réveiller dans le corps de Freezer. Odorokunomomuriwanaiga, Son Goku ni link suru hazu datta no da ga sumanai. Nanika shira no trouble de Freeza ni link shite shimatta rashii. Anshin shiro というのもおかしな話だが、元の体に戻る方法はある。それは。もしもし、聞こえているのでしょう？聞こえているなら返事をなさい。どうやらフリーザの精神が目覚めたようだな。フリーザは俺の声が聞こえているだろうが、奴の声はお前にしか聞こえない。まずは、フリーザに何か話しかけてみてくれ。En tout cas, salut à tous, c'est Blue, et on attaque ce nouvel arc, qui est sur une timeline parallèle, apparemment. Alors, il fait peur, je vais donc jouer les idiots. Chapitre 2, intolérable. あなたには聞くべきことがいくつもあります。まずは何が起こっているのか状況を説明してもらいましょうか。あの地獄のお花畑に比べればパレードがない分マシですが。黙りなさい。あなたごとくあの地獄が分かってたまるものですか。抵抗する力を奪われ毎日毎日陽気なパレードを見させられる苦痛思い出しただけでも怒りがこみ上げてどうにかなってしまいそうですよ目の前にいるあなたを今すぐ消し去りたくなるほどにね私をこれ以上怒らせたくなければ知っていることを全て吐きなさいでないと後悔することになりますよフリーザ聞こえているな俺にはお前が話をどこまで聞いていたかわからない。だから要点だけを簡潔に伝える。お前は今、
リンクシステムによってそいつに肉体を乗っ取られている。自分の意志では木を放つことはおろか、敵を殴り飛ばすことさえ叶わないはずだ。ザレ事はそこまでにしておきなさい。そこまで言うのでしたら、今すぐあなた方を消して差し上げます。そうすればこの私を乗っ取ることにも不可能だと気づくはず。さあ死になさい。聞いているか。先ほどから全く反応がないが、二人で話しているということか。いや、ここで考えていても仕方ない。話を先に進めるぞ。な、そんなバカな。私は今確かに攻撃をしました。それなのにどうして。一応言っておくが、中で暴れても状況は変わらない。おとなしく諦めることだな。今の状況を打破する方法はただ一つ。それはそいつに肉体を操ってもらい、一つでも多くの戦闘を経験すること。操ってもらい、つまりこの方に私の体を好きに使わせろと。まったく笑えない冗談ですね。あなたぼさっとしていないで、さっさと私に体を返しなさい。さもなくば私の手であなたを消しても構わないのですよ。外に影響を及ぼすことはできないようですが、今ここにいるあなたにはどうでしょうね。私は散々待ちました。もう我慢の限界を超えているのですよ。私がその男と話す必要があるのです。さっさと引っ込みなさい。まさかお前は。ようやく直接話すことができますね。もっとも言い訳を聞く気はありませんが。あいつが精神の主導権を明け渡したということか。まあいい、話が早くなる分には問題ない。ごたくはいりませんよ。さあ覚悟なさい。な、私は今肉体を取り戻したはず。これで分かっただろう。戦いはお前の中にいる奴に託すほかない。リンクの影響で動くことはできるだろうが、もしこれを解除したら。まったく忌々しい男ですよ。私の力を封じるだけで飽き足らず、こんな雑魚を憑依させるとは。一つ誤解がないよう言っておく。リンクシステムを起動したのは俺だが、お前の精神と力を封じた犯人は別にいる。何ですって？奴の名は人造人間21号。今レッドリボン軍を指揮しているものだ。数多くの戦闘を経験し強さを得れば、奴を食い止めることもできるだろう。食い止めるですって？ずいぶん甘いことを言いますね。その話が本当なら、21号を消し去れば済む話です。そんなことをすれば二度と元に戻ることはできなくなるぞ。この私を脅すつもりですか？精神と力の封印を解く方法は奴にしかわからない。ふざけた話ですよ。私がそんな話を簡単に信じるとでも？とはいえ、このままでは拉致が開かないのも事実。私の中に居座る雑魚地球人、今実に腹立たしい話ですが、あなたに戦わせる以外方法はないようです。
まったく。こうなった以上は仕方がありません。あなたはこれから私のしもべ。私の名を汚さぬよう、命がけで務めを果たしなさい。Donc c'est bien ça, c'est un arc alternatif apparemment, où en fait, on va rejouer l'histoire, mais si on était arrivé dans le corps de Freezer au lieu d'arriver dans le corps de Sangoku. Ça change carrément du coup ce qu'on a vu précédemment. Et comme je disais au tout départ, on doit être sur une timeline différente. Ok alors, on commence avec Piccolo ou Yamcha? Faut aller sauver Nappa. On va commencer avec Yamcha. C'est parti. It's time to face your opponent. Et du coup, je suis en train de me dire, le dernier arc, c'est peut-être si on joue C21 au final. Ready? Let's go. On verra, mais il y a des chances, hein. Ok, alors Freezer, je joue jamais. Mais genre vraiment jamais. Du coup, il va falloir que je vois un petit peu. D'accord. La boule de la mort, ok. Bon, ce qui est bien, c'est que l'IA augmente de niveau petit à petit. Et ça, c'est cool. Est-ce que je vais l'avoir là? Oh, je l'ai eu. Fini, parfait. Régène de santé niveau 2, faudrait que je mette dans notre équipe aussi. C'est pas mal ça, on va pouvoir comme ça tester les personnages côté méchant. Allez, sauvetage de Nappa. Chapitre 3, ça se complique. おや、話ができるのですか？どうやら今までのザコとは違うようですね。お前もぶち壊す。ま、少し話せたところで、おつむは他のザコと大差ないようですが。いいでしょう。暇つぶしに私の強さを教えてあげますよ。Tiens, c'est marrant. Je pensais qu'on allait affronter un clone de Nappa et pas Nappa lui-même. Bon, c'est pas grave. Tant mieux. Est-ce que ça vous dit qu'on lui montre... Oh, c'est trop bien l'attaque puissante. Elle se jette de super loin. Ça me permet de me débarrasser des Cyberman. Ok, j'arrête de spammer. Est-ce que ça vous dit... Oh, merde. On s'ensorme en Golden Freezer. Alors, c'était pas ça. Ça doit être ça. Oui, parfait. Quart de cercle arrière. R2. Ah putain. Et mes Kenzan m'ont tué, dommage. Je voulais lancer l'attaque ultime pour voir, et j'ai pas eu le temps. Tada no zako ka to omoimashita ga, skushi wa yaru you desu ne. Tekagen shita to wa ie, kono watashi no kongeki o ukete ikkite iru to wa. Mate! Iya, matte kudasai. Masaka Freezer sama desu ka? Naruhodo. Go jibun no mi no hodo wa wakimaete iru you desu ne. もう申し訳ございません。以前フリーザ様のもとで働いていたサイヤ人のナッパです。ナッパ？ナッパ、そういえばそんな名前のサイヤ人もいた気がしますね。ご無礼をお許しください。以前お会いした時とフリーザ様の姿が違うもので気づくのが遅れてしまい。おや、あなた
この姿を見るのは初めてでしたか？しかし、自分の主人も見分けられないとは、あなたの忠誠心はその程度ですか？めっそうもない。フリーザ様のためなら、たとえ火の中、水の中。その言葉に嘘はありませんね。ならば、私のために存分に働いてもらいましょうか。それにしても、あなたセンスあるようですね。もっと私の力を引き出せるようになれば、16号を尋問することもたやすいでしょう。黙りなさい。あなたの希望など聞いていません。自分の身の程をわきまえない愚か者に罰を与えて何が悪いのです？まさかとは思います。あなたはあの男の言うことを全て信じているのですか？だとしたら甘すぎてヘドが出ますよ。奴の真意は分かりませんが、何か別の目的があるはずです。本来は私ではなく、あのサイヤ人にリンクさせるつもりだったようですしね。あのサイヤ人、まさかカカロットのことか？私にそのような口を聞くとは、随分偉くなったようですね。いえ、誤解です。フリーザ様、これはフリーザ様の中にいるクズに言ったのであって。ま、そういうことにしておいてあげましょう。ナッパさん、あなた程度でもこの状況では大事な手駒です。それ相応の働きができなければどうなるか分かる。もちろんです。精一杯働かせていただきます。いい心がけです。期待していますよ。チッ、フリーザの野郎。何か言いましたか？何も。Allez, sauver, Nappa est disponible. Carte 2, le prochain boss c'est Ginyu, d'accord. Parfait, ça nous fait un nouvel allié. Allez, Nappa, viens ici. Ouh, il y a 40 plus de personnages là, débloquables pour jouer, regardez. Impressionnant. Alors, on va passer par où ? Par là. Hop, il y a qu'un seul combat, parfait. Get ready for battle. Freezer et Nappa contre le Tenshinhan et Trunks. Je vais réessayer la forme Golden Freezer, mais cette fois-ci en posant l'ulti de niveau 3, si j'y arrive. Ah d'accord. Ok, je viens de comprendre comment il fait le sort de combo breaker, le Nappa. C'est avec le quart de cercle croix. D'accord. Ok, sympa. Putain, il a l'air cool ce personnage. Par contre, il est un peu lent. Alors attends, lui il rêve ou quoi? Il va se prendre un de ses combos des enfers. Allez. Donc ça c'était l'ulti de niveau 3, d'accord. Attendu. C'est parti pour sauver Ginyu. Je pensais pas dire ça un jour. Ginyu-san desu ka? Anata mo yomiyaete iru to wa kotsuo desu ne. Watashi to tomo ni kinasai. Soshite watashi no tame ni hataraki nasai. どいつもこいつもこのギニュー様がぶちのめしてくれろ。ポーズを取らない上にフリーザ様の言葉を無視しやがった。
あの独特の趣味が強制された代わりに自分が誰の配下なのかを忘れたようですね。いいでしょう。あなたたちが従うべきは誰か、今思い出させてあげますよ。Il a perdu la mémoire, Ginyu. Ginyu et tout son commando. Je vous propose qu'on joue un petit peu de Nappa. Voir un petit peu ce qu'il vaut. D'accord. Hop. Sympa. Pas eu le temps de poser l'attaque ultime par contre. Captain Ginyu de disponible. Ayatsurare teita to wa ie, Frieza-sama ni hamukau nado, nanto sore o ie. Ikanaru ryū ga arou to, watashi ni sakarau koto wa yurusareru koto dewa arimasen. Desu ga, ima wa hitode ga hoshii tokoro. 今回のことは水に流しましょう。フリーザ様、よろしいのですか。ええ、ただし死に物狂いで私のために働きなさい。もちろんです。このギニュー、フリーザ様のご期待に応えます。お前たち、我らを許しくださるフリーザ様の深いお心遣いに感謝し、フリーザ軍に再び入ることのできる喜びをダンスで表現するぞ。それは今は結構です。そうですか、かしこまりました。恐れながらフリーザ様、あいつらを正気に戻してよかったんですか。あのままの方がまともだった気が。まあいいでしょう。我が軍は結果が全てですから。